じで。I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're still in at the gas station when the time's cold.1階から紹介、部屋からじゃない、1階から。はい、やってきました、メトロンブログ2年ぶりのロサンゼルス、イエス、はい、もうあの時のあの動画から考えたら本当に久しぶり、まあ、たくさんの人もね、あの僕のこのアメリカでの生活を見てくれたと思うんですけど、ようやく、はい、2年越しで戻ってきました。ついこの間まではハワイにいて、今ロサンゼルスに来ました。ここ最近はちょっと天気が悪かったけど、今日はね、晴天、久しぶりに晴天でございます。というわけで早速僕のあのアパートに、ちょっとね、皆さんを招待したいと思います。はい、もうね、すぐそこにあるんですよ。ほうほう、楽しみ。この2年間、まあ僕だけじゃなくて数多くの人がどこにも行けないっていう状態が続いて、まあ、ようやくですよ。今までのアパートと全く違います。今まで紹介したところも結構あのいいところでしたよね。ちょっと他が明るくなる。日本ではなかなかないプールがついていたり、ジムがついていたり、はい、まあ、そんなこんなで今回とりあえずアパートツアーということで早速やっていきたいと思います。これです。今回の場所はあの結構やばいです、はい、このエレベーターうるさいねんな今回の動画は多分今までで一番あの見てる視聴者の人がワクワクする場所じゃないでしょうか。ここまでのクオリティで今までね、あの住んだことがないので、どこもあの贅沢の極みだと思います。はい、このアパートはあのブロードウェイの通りにあるアパートで、もう景色が本当にすごいんですよ、マジで。あのね、ダウンタウンのこのね、街を本当に一望できる、もう超絶景のアパートです。どうですかこの場所、どの建物もなんかめっちゃでかいみたいなんていうのはね、このロサンゼルスってないんですよ。このダウンタウンに全部集結していて、多分ね、法律で決められているんでしょうね。あの、はい、でかい建物は基本ここしか建ってなくて、ロサンゼルスってそれが結構ユニークに見えるんですよね。そのど真ん中にいてます。これがこの辺の建物が皆さんが普段見てるロサンゼルスのイメージのこの建物の一角です。はい、でこんな感じ。ロサンゼルスには結構ねずっといましたけど、ここまでの景色を見たのは実は初めてで、
このど真ん中にして、しかもこれほど独り占めできるところは行ったことがなかったです。これはマジでやばい。はい、こっちはあの山が見えます。僕の予想するに、このね建物の向こうぐらいにハリウッドサインが多分見える位置になると思うんで、こっち側がハリウッドです。うわー、ただいま32階でございます。はい、こうやって喋って撮ってるんですけど結構怖いです。これが僕が今住んでるアパートメントでございます。ではこれからあのルームツアーやっていきましょう。はい、まだ全然もう景色しか見せてないけど、今回はかなりカジュアルに見せていきます。はい、まあ、あのちょっとオープニングの感じでちょっと、ね、おしゃれになってきましたけど、僕のチャンネル結構動画にもこだわってるのでおしゃれな結構カットを入れたりとかするけど、今回は楽に、はい、見せていきます。まずこちらがあのダイニングでございます。僕あのこの場所のすごく好きなところはキッチンで、このね火力の強いストーブが大好きで、これ良くないですか、めちゃめちゃ。まあ、アメリカは基本こういった形でオーブンがあって、そして電子レンジがねこうやってついてるところが多いんですけど、ここもそんな感じですね。これめっちゃ好き、このパターンのやつ、このパターンのやつね。でその横に見えるこの絶景ですね。でまあここでね調理をしたり、で基本的には僕はもうここを、調理だけじゃなくてパソコン、はい、これパソコンやっております。それ以外は結構ねあのシンプルなんですよ。うん、はい、というわけでタラーン、はい、ここはねあのゲストルームとして、はい、あの皆さんのあのお越しを待っております。先ほどの絶景が思いっきり満喫できます。はい、ちなみに僕が、この方角から予想するに、こっちがサンタモニカとかベニスですね。こっからはね海がほぼ見えないです。はい、こっちかな、あっちか、あちょっとわからなくなってきた。はい、ゲストルームと言いつつもあのちゃんとねついてるんですよ。シャワールームもクローゼットも、はい、こんな感じで、めちゃめちゃ広いでしょ。アメリカ結構こういった部屋に、各部屋にバスルームついてるところがすごく多くて、ここもまあそのタイプなんですよね。結構広々してます。はい、なんか日本で言ったらこれで一つの、 あの家みたいな感じですよね。一つの部屋があって、であのバスルームとかあって、多分ここで日本のワンルーム的なあの部屋のサイズぐらいあると思います。はい、まあ、そんなわけで、昨日あのスイミングしてた時のパンツがまあ残ってる。はい、こっちはあのトイレですね。僕あのこれがすごい好きで、ほらめちゃおしゃれ、パン。そしてルーム2でございます。サラン、はい、ごめんなさい、めちゃめちゃ汚い全然準備しない。はい、あのこんな感じで、ここも、トイレがございまして、同じバスルームがしっかりあります。向こうほど、全体的に広くないけど、僕こっちの方がすごく好きです。はい、でこのここから見える絶景、いやこんな贅沢ないでしょ。僕のね一つの事業でもある映像制作、はい、結構あのカメラ機材はここに置いてて、もろもろ、はい、収納してます。こんな感じで適当に、やっぱ機材がかさむとなかなかね場所を取るんですけど、なるべくコンパクトに抑えました。ルーム紹介はね以上。はい、でもこの建物はここからがすごいんですよ、マジで。OK、 はい、ジムにやってきました。いいでしょ、なかなかアパートにしては結構な設備だと思います。まあ、ざっくり、ね、あの紹介していきましょう。僕体を鍛えるのが好きで、もう長くやってます。もう6年ぐらいから筋トレ始めて、あんまりこれ見たことないけど、まあ、どっちかというとエクササイズ、あのダイエット系ですね。
サンゼルスはすごくいい街なんですけど、うん、非常に床が汚いし、結構匂いもね、はい、臭いです。はい、まあ、安全に空手をしたり、走りたり、有酸素をしたりする以外の場所、めっちゃ超いい。なわけで、だから空手をできるマシンが、いいよな。マシンガン、マシンガンいいですか、こっちのエリアが空手を有酸素。本当にね、マイク、ごめんなさいね、多分今ちょっと声が遠かったと思うけど、マイクの向きが逆になってたんで、はい、これは胸、上部胸、肩も、まあ、背中のマシンとか、ここも背中、足とか、そんなにマシンは実は多くはないけど、おっと、ごめんなさい、色味を変えました、はい、いいですね、ケーブル結構使えるし、で、フリーウェイトが、まあ、こんな感じであって、まあ、スペースとしてはそんなにね、めちゃめちゃ広いってわけじゃないけど、寂しい。音もないから、極端。ここから出れるかな。おい。こんな感じで。これがね、ジムなんですよ。いや、贅沢でしょ。そう、11階に来るとこれがあるんですよ。これがダメ、これね、ここはなんかバーベキューとかもう、ここのレジデンスに住んでる人、フリーで使えるスペースでございます、はい、だからここにはバーベキューが使える状態になってます。結構ね、この建物自体が新しいから、バーベキュー もすっごい新品みたい。むしろ、うん、数回しか使われてないレベルで結構綺麗ね、これがいくつかもありますね。1、2、3、向こうに4で、こっからこの見える景色もすごいいいんです。わお、僕の超大きいの場所ですね、このフロア。何しかこの景色の良さ、そしてね、こう、あれ、ちょっと待って、もうね、このマイクって大体ね、こっち一方にしかね、音拾わないんですよ。こっちか、こっちか、こっちか、またやってしまいましたね。ちょっと音遠かったと思うけど、ごめんなさい。でこっからね、この見える景色もものすごくいいんです。そう、こういう感じで、まさかこんな建物がこのロサンゼルスのど真ん中にあるとはって感じでしょう。まあ、このね、建物の方角もすごく良くて、僕の家のね、部屋のこの向いてる方向がこっちなんですけど、太陽が後ろから来るから、朝とかも全然眩しくなくて、お昼にかけて、こう、太陽が降りてきて夕日が見える方向なんで最高なんでございます。だからここはね、住んでる人、この場所を犬の散歩スペースとして結構使ってます。さっきも言ったように、ロサンゼルスダウンタウンは特に床がすごく汚くて、あまり衛生的に綺麗じゃないので、まあわりかしこういったスペースがそういう風に使えるっていうのは、住んでる人にとっちゃ最高なんじゃないでしょうか。よいしょ、やってまいりました。この場所、僕のフェイバリットスポット。ナイス、プールですね。なかなか日本でこのクラスで、まあないんですけど、結構海外、この特にロサンゼルスはどのアパートメントもプールがついてます。結構レギュラーだから、ここが特別プールついてるってわけではなくて、結構多くのところがプールを持ってます。多分気候がねいいっていうのもあるし、まあ、日本とその辺ね、大きく文化が違うので、プールがあるっていうのは結構わりかし普通なんですけど、日差しの入りがもう最高で、結構日中ずっとぬくい状態が保てるので、しかもプール結構ぬくいんですよ。こっちがまあスイミングプールですね。25メートルあるかないか分からへんけど、まあそれぐらいです。そんなに深くはないですけど、でこっちが、ジャグージーでございますね、はい、でシャワーが、できます。さっき僕の部屋からカメラ見下ろした時に見えたプールがここなんですよ。こんな感じ。そしてこの景色も最高なんですよね。これほどダウンタウンを見下ろせる場所は、まあ、他にないんじゃないでしょうか。景色最高っす。
だから結構日中はここら辺でチルしてゆっくりしながら景色を楽しみながらって。これから、ルーフトップ屋上に行きたいと思います、ルーフトップで36階になるのかな、はい、あの今イソ感度を一番上まで上げてるんですけど、多分ね結構白飛びしてると思う。僕使ってるレンズが、ハワイの時と同じで APS-C のレンズをフルサイズのカメラにつけてるので、先が出てるこの縁ね、ちょっと違和感あるでしょ、ごめんなさい、これ難しいんですよね。普段ねこのボディにつけないレンズをつけてるからこうやって出るんですけど、ただめっちゃ広角で写せるっていうのでやってるんですけど、明るすぎて白飛びしてる。はい、これが屋上でございます。僕が今まで住んでた場所とかやったら屋上にプールがあったりとかして、それはそれでめっちゃ良かったんですけど、まあここはここでまたバーベキューがね結構できるんですよ。バーベキュースポットがもうぐるーっとこの建物回るこの一帯にあって、まあ僕の部屋から見える景色とそう変わらないですけど、ちょっと高くなりました。こんな感じがこの建物の全貌でした。これがちょうど僕の部屋の逆側の景色になります。ね、さっきこっちがベニスって言ったけど、こっちだな、やっぱりすごいね。お、火事かな、あれ火事でしょ、完全にリアル火事っぽいですね。この煙の上がり方は普通じゃない、ちょっと心配だけど、もうこうやって見ても分かるように高い建物は基本ないです、はい、さっき言ったようにこのダウンタウン LA に集中しております。ベニスですね、ベニスとかサンタモニカがあって、こっちがダウンタウン LA。 またね、マイクの向きが逆やった。しかもこれ、このマイクがまあ分かりづらい、どっち向きなのか。これ終わります。こっちが前なんですけど、これ言い訳。忘れてた、ここね、こんなんあるんですよ、ビリヤード、ビリヤードもあって、これ今完全後取りでございます、はい、忘れてた。なんか普通になんか誰かの家来たみたいな感じ。わお。わお。ただいま夜の9時過ぎでございます。皆さん気づいてました、僕頭坊主になったんです。はい、うわ、めっちゃ気持ちいい。プールね、水温が結構高く設定されていて、このロサンゼルスこの時期ひょっとしたら日本よりちょっとだけ涼しいんですけど、今日はでもね、幸いにも天気が良くて、久しぶりにこっち来てから一番天気良くて、ぬくくて、夜もねそこまで気温低くなかったので、そんなにね寒さは感じてないんですけど、はい、このちょっと、まあ、涼しい、この涼しいロサンゼルスでも全然入れるぐらいの気温にしてくれてます。最高。
多分ね、今すごいコントラストがいい感じやと思う。オレンジと水色。ちょっと寒いでしょ。お腹冷えそう。まだまだこれから始まります。本当にまだ始まったばっかりで、僕もどうなるか分かんないです。はい、まあ、いろんなことをね仕掛けながら結構行動的にも動いていこうと思ってますけど、やっぱりコロナっていうことがあってね、そんなにねやっぱ前ほどの活気は正直ないです。はい、まあ、でもズバリその辺のね詳しいこともこれから、はい、結構リアルに生々しく紹介していこうと思います。こうやってすごい綺麗でしょ。でも多分この今もう夜10時ぐらいなんですけど、この時間帯夜歩くのはあんまり良くないと思います。はい、僕多分歩いても7とか8時ぐらいまでかな。あんまり人いてないですけどね。まあちょっと気をつけないと、何があるか分かんないんで、日本と違うからね。はい、ちょっとそんな意識持ちながら、また次の動画で会いましょう。はい、靴置いてきた。サンダルがないから裸足でエレベーター。いつものことです。